ボールが浮いてくれてます。ラインを出しやすいというか、うんうん、本当に曲がらなくてそのまままっすぐピンに行ったのがもう結果に現れたんで、フリとかトップが嫌な人はこういうアイアンがいいんじゃないか、はい、とは思います。ゴルファーの打点を追求したバンテレ2最適化設計、新開発ヘッドデザイン、大型フェイス採用で最も優しくまっすぐ飛ばせる QI アイアン。 QI アイアンの5番、うん、打っていただくんですけれども、はいはい、実はこの QI アイアンっていうのは AI でもって、うん、番手ごとに設計を変えたフェースがくっついてるんですよ。すごい、ぜひですね、ちょっとまず5番アイアンから打ってください。はい、お願いします。出ます、出ます。おお、止まりましたね。止まり、すごく簡単に当たりました。キャリー179ヤード、スピンも3400回転入ってて、すごくこうふーって浮いてく球で。私普段5番アイアン入れてないんで、あ、そっか、久しぶりに打ったんですけど、はいはい、なんか本当想像以上に球上がりますね。あの、そうでしょ、やっぱそうボールが上がらないから5番アイアン入れてないっていうのもあるんで、はいはい、上げやすいし拾いやすいし、うんうん、ちょっと芯外しても、はい、意外と縦距離がブレてないので、はいはい、これね、リーディングエッジここのところが意外とちょっとシャープになっていて、ーボールをスッてこう拾い上げやすいような設計になってます。意外とこう浮いてる感じは全くないです。ピタッとこう、うん、座りもいいしね、座りもいいですね、はい、構えた時浮かないんで、はい、すごい、あ、おお、今でも段の上にキャリーした割にはすごい優しく、すごい跳ねました。素晴らしい球でした。あのキャリー160、トータルだって180ですね。でもあのショットとしては素晴らしいショットだったと思います、はい、ありがとうございます。7番やん、このやっぱこうピンに打っていくクラブで、はい、こうちゃんとこうラインを出しやすいというか、うんうん、簡単さもあるんですけど、こうアイアンっぽいこうライン出しもしっかりできる、それぞれの番手で打点に合わせたところに、うんうん、あのスイートスポットが来てるっていうようなのがこのデザインなんですよね。コントロールしやすかったです。うん、めっちゃ大きいボール、おお、いや、ラフからとは思えないぐらいちゃんと多分スピン入ってます。これすごい上がって、本当、あ、でも飛んでますね、やっぱり。飛んでる飛んでる飛んでる。さっきよりもキャリーで5ヤードぐらい。まあ、ラフなんでね、結構深いラフなんで、その分だけ飛んでるんですけど。だけど、フライヤーっていうんじゃなくて、ものすごく高く上がって、上からドーンと落ちてくるような球でしたんで。本当にしっかり止まってますし。止まってましたしね。もう打ってて、はい、あ、もう止まるだろうなっていう高さで飛んでてたので、はい、すごい安心感ありましたし。抜け、どうでした？すっごい良かったです。やっぱ、ね、少し抵抗があるはずなんですけど、うん、はい、それもなくて、いや本当不思議ですね。いいクラブでしょ。いいクラブです。ありがとうございます。こちらは QI アイアンと言いまして、中空の構造でできているんですけれども、ただ単に中空というだけではなくて、この後ろのキャップの部分、中空で作っているキャップの部分は金属ではなくて樹脂で覆っています。樹脂で覆いましたので、当然その部分の重量というのが節約できるというような設計なんですね。またポイントになっているのがフェースです。でフェースに関してはテーラーメイドを独自に解析をして、 AI でもってですね、それぞれの番手ごとにフェース面の肉厚の位置を変えています。でフェース面の肉厚の位置を変えることによって、それぞれの番手で一番適切なポイントに重量を持っていき、重心を持っていき、スイートスポットを、まあ、位置づけるというような感じの作り方にしているんですね。当然中空になっていますので、すごく優しいタイプのアイアンにもなっていますし、スイートスポットが広くなっているだけではなくて、ボールを上げやすくしようということで、ここリーディングエッジの部分、このリーディングエッジの部分を少しシャープに作ってるんですね。鋭角に作ってます。つまり丸みが少ない作り方になっています。丸みが少ないですので、
ボールの下のところにこのリーディングエッジがスッと入り込みやすいという作りになっているんです。これをしたことによってフェースの下の方にボールが当たったとしてもボールをスッと持ち上げてくれるというような作り方になっています。そんな機能を兼ね備えたのがこの Q アイアンというアイアンになります。はい、あのアマチュアの方々にとってすごく優しいタイプのアイアンになってますので、はいはい、ぜひ打ってみてください。はい、お願いします。楽しみですね。はい、ナイスショー。いや優しくなってるな。でもキャリーも204ヤード、はい、トータル229、はい、スピンもしっかり3700入ってくれていて、はい、まあ、5番アイアンとしては結構、いや本当に、ね、いい球でしたよね。はい、いい球だったです。はい、構えた時の安心感がやっぱ一番あるなっていうのと、はい、まあ、あとちょっとドライバー飛ぶ人とかはこれ、まあ、5番アイアンを、まあ、カーボンとかあるじゃないですか、設定に、はい、そういうのに使って逆にこう4番アイアン代わりとかにしても面白いのかなっていうの、はい、飛ぼっかな。ナイス。優しいですねこれ、すごい上がりやすい。トータル210、はい、キャリー193。おー7番アイアンでめちゃくちゃ高いです、ね、ミートレスっていうのはこの相当高いと思います。アマチュアの人ってこうスライスの人多いじゃないですか、はい、で球上がりづらい、こう特にダウンブローがきつくなりやすいんですけど、はい、この、まあ、ちょっとグースもしっかり入ってくれてて、はい、あと後ろのこのトップブレードの厚さがあるから、うんうん、なんかこう安心してこう構えられる、はい、包むような感じ。そうですね、はい、プロコーチの目線からするとどういったアマチュアの方におすすめですか。はい、このシャフト変えればもうこれ910なんで、はい、もう本当90代とかで、まあ、スライスとか悩んでる人とかアイアンがあの特に苦手な人は、はい、こういうソールが広いとダフリのミスミの強いんで、ダフリとかトップが嫌な人はこういうアイアンがいいんじゃないかな、はい、とは思います。飛んでくれますしね。はい、はいはい、QI アイアンのウィメンズモデル、こちら番手は7番。はい、繊維の特徴としてはですね、まあ、番手別にとにかくまっすぐに飛ばせる設計になっていると、はい、こちらプロにまた打っていただきたいと思います。お願いします。確かにまっすぐ本当に曲がらなくて、もうそのまままっすぐピンに行ったのがもう結果に現れたんで、本当に癖がなくて、あの本当に誰にでも使いやすいと思います。はい、このヘッドのデザインなんかどうですかね。アイアンってこう薄いイメージがあるんですけど、はい、今までにない形かなと思います。これ中空アイアンになってるんです、実は。はい、キャビティではなくて中空、はい、まあ、優しさと、はい、その飛び性能の中に詰め込んだという。はい、素晴らしい。全然違和感なく打ちやすかったです、すごく。さっきあのフェアウェイから打ってもらった時のバックスピンとほぼほぼ変わらない。ラフから打っても変わらない。変わってなかったですね、実際に。これもまた安定したまっすぐな球で、お見事でした。じゃあフェアウェイから打ってもラフから打ってもほぼ結果変わらなかったってことですか。いい、そういう結果になりましたね。じゃあ、はい、扱いやすい、はい、優しいクラブですね。はい、